セレッサさん、心の準備はできてるだろう。例えば自分の手で全てを決めるとか、そういった覚悟が。いいえ、正直に言って自分の方法なら必ず夢の主を現実に戻せるって誰も保証できないし、だから計画がうまくいくよう私もちょっと強めな準備をしておくわ。夢を飲み込むビシュヌの力を使うのかい？そうよ。初めて聖魂空間に入った時に自分の夢を飲み込んだの。だからもし収拾がつかなくなったら、目覚めたくない人たちの夢を躊躇なく飲み込むわ。人類の心と歴史の中に入ったからには、その未来のために責任を負わなければならない。それに少なくともエネルギーで夢を爆発させるよりはずっと安全よ。思うがままにやりなさい、テレサ。他人を導くことはできる。でも代わりに歩むことはできないとはいえ、無条件で誰か一人のわがままに付き合う義務なんてないわ。どちらにせよ、この全ての結果は人類が背負わなければならない歴史と未来になる。だからテレサ、あんたはあんた自身を信じればいいの。ありがとう。もし必要であれば、私は誰かを代表して選択するわ。そう言ったけれど、その時が永遠に来ないことを私は願ってる。不可たちなら必ず成功するわ。リタの計画によると、みんなは何とかしてケビンから影のかけらを奪取するはず。その後私はキマイラと同じ源を持つビシュヌの力で影にいる崩壊獣の残務を飲み込み、終焉の眉の本当の場所を探す。ちょっとあなたたち、ぼーっとしてる場合じゃないでしょ。四季の律者、あなたたちは成功したの？もちろん。私を誰だと思ってるの？ちゃんと受け取って。終焉の力なの？テレサ学園長？テレサ学園長、どうしたんですか？バカ、彼女に触っちゃダメ。死にたいわけ？部活に近づいたら私たちもあの力に同化してしまうわよ。でもゼーレン、心配しないで、大丈夫よ。そうよね、フカも四季の律者も、あのケビンでさえも同じ苦しみを味わったはず。だったら私もきっと大丈夫。これぐらいなんともない。ケビンの全力の一撃とは比べ物にならないでしょ。今の世代の人ってば、まったく。待って、違う。あなたたち気をつけて。そっちに行ったの？しつこいな。
ことあいつらはその炎目当てで来たんだ。3人で手分けして行動して振り切ったと思ったら、まさかあなたたちのところへ行ったとは。ゼーレ、今こいつらを倒せるのは。そうだ、周りの崩壊獣を早く倒さないと。その炎の塊はあいつらの夢でいっぱいになって消えてしまうかもってネゲントロピーの2人が言ってた。そういう大事なことは次は早く行ってちょうだい。でもますます多くなってきています。そんなの放っといて。あなたたちはあのなんちゃら眉の場所を見つけるって言ってたでしょ。それならその炎を消させないでよ。もういい、ゼール、早く私に代わって。本当に命知らずよね。まるで雨上がりのアリのように愚かで、ちっぽけで、なびかわし、来れば来るほど死んでいくだけだっていうのに。テレサに一歩も近寄らせないわね。全部消えなさい。四方八方から絶えず襲ってきてる。どれだけ倒しても倒しきれない崩壊獣の夢が影に入っていくわ。ガラス瓶の中に入ってる放っておかれたろうそくのように、このままじゃいつか炎は消えてしまう。もし私の力がもっと強ければ一気に飲み込むことができるはず。強くなりたい。ちょっとだけでも。ここは一般人の夢。結局こうしなければならないのね。私の手にあるのは人類の未来、人類最後の希望になるかもしれない。これは彼女たちが命がけで手に入れてくれた唯一のチャンス。絶対無駄にはしたりしない。ゼーレ、ちょっと手伝ってちょうだい。テレサ学園長、覚えているわ。ここに入ったばかりの時に試したように、あなたには夢を感知して引き寄せる力があるでしょ。それならもっと多くの夢を引き寄せることはできる。つまり全ての夢を崩壊獣の出現範囲から離れたところへ。持っていけってことですか？それじゃ学園長が一人でどんどん湧いてくる崩壊獣と対峙することになってしまいます。それに
学園長の力は確か。大丈夫。夢の干渉さえなければあいつらくらいすべて倒せるわ。説明している暇はないの、ゼイレ。私を信じて。知ってるわ、あなたならできるって。はい、テレサ学園長、任せてください。それじゃあ私が代わりに前線に出るわ、ゼーレ。ゼーレ、やっぱりやってくれたのね。それで夢を飲み込んで強くなることはできない。飲み込む対象を失ったから。生死の瀬戸際で臆病な気分。すべての人を守るなんて本当に難しいことよね。私は力も心も強くない。ふさわしいリーダーでもなければ立派な戦士とも言えない。人類が運命の十字路に立たされた時、私は誰も傷つけたくはないし、彼らの全てを救うこともできない。そして私はただためらうばかりで前に進めない。でも無理やりの決断、それもまた決断よね。そうでしょ。誰一人諦めたりはしない。誰一人代価にしたりはしない。それはテレサである。天命の司教である私の決断なの。だから、最後の手を使う時が来た。この炎は消えたりはしない。自分の力でここの残滓を排除してみせる。血騎士月光、制限解除。私の骨を、私の血と肉を、すべてあなたの糧にしなさい。ヴィシュヌ。それで現地の住民に反対されて任務を中止したの？わからない奴らよね、クミンが。そんなこと言わないで。外識のない一般人にとって天命の偉大な事業は理解しにくいのよ。司教様も言ってたじゃない、一般人には寛容にって。あら、こんにちは、テレサ様。こんにちは、アガサ。テレサ様、人違いですよ。私は極東支部第一小隊のヘレンです。先週会ったばかりですよね。あ、ごめんなさい。何も違わない。それぞれに違う名前があって、違う顔をしているのに、言ってることとしてることはみんな同じ。まさか、本当におじい様が言ったように、みんなはただ他人の歴史を繰り返してるだけなの？まるで、私のように。ここの夜景、綺麗ね。どうして？窓からこぼれる光は、綺麗だと思わない？それは一般的な蛍光灯でしょ？明度も低いし、飾りも華麗なものじゃない。天命本部の照明とは全然比べ物にならないわ。
でも、その光が暖かいのよ。一つの光は、一つの過程を表してる。似たような光でも、違う色を映してる。光の主人は誰？どんな物語があるの？誰かを待ってるのかしら？そんなことを思うと、この夜景が守られて、本当に嬉しいのよ。説教は終わりました？外で作戦に参加するより疲れたわ。あの子たちったら、安心できる子が一人もいなくて。若いですからね。元気があるのもわからなくはないんですけど。あなたの考え方が羨ましいわ。毎日あの子たちと知恵比べをしてたら、疲れて死ぬか、噴死するかのどっちかになっちゃいそう。あら、先月の始業式ではこうおっしゃってたじゃないですか。バルキリーたちが死と隣り合わせて戦っているのは、一般人が自由に生きていくためって。あの子たちは一般人じゃないでしょ？違うんですか？はいはい、落ち着いてください。私たちの優しい学園長。一緒に一杯、いかがですか？あの時の私は何を考えていたのかしら。よく覚えてないわ。だってあの時より私はだいぶ変わったもの。あの子たちのおかげだわ。あの子たちがこの世界のことをもう一度教えてくれた。他の人と同じようでいて同じじゃないってことを知った。私ったら何を考えてるのかしら。本当。終わったの？でも完全な人為的崩落を経験した後だもの。私も今までの姿じゃなくなってるはずよね。帰ったらリタたちは私だってわかるかしら。どうやら過ちを犯さない良い司教になることは簡単じゃないようね。これもまたみんなの祝福なのかしら。来なさい、何度でも。何も残らないように飲み込んであげるわ。私
テレサ・アポカリプス。天命の大司教よ。この距離なら大丈夫だよね。テレサ学園長の方はどうなってるのかな。良くない状況かもしれないわね。どうしたの？私のこと覚えてないのかしら。のこのこと姿を現すなんてね。いいわ、今度は骨の髄まで染み込むほどの恐怖を味わわせてあげる。はあ、相変わらず短気なのね。ゼーレ、彼女は？前に連絡が取れない状態になったことを覚えてる？つまりそれが彼女の仕業だったの？心配しないでゼーレ、もうすぐ彼女は自分のしたことを後悔することになるから。あなたたちの今の気持ちはわかるわ。私はみんなのことをあまりわかってなくて、過ちを犯してしまった。でも、今はそんなことを話してる場合じゃないのかもしれないわ。だって、あなたの仲間が危険な目に遭ってるかもしれないわよ。テレサ学園長？ちょっと、テレサに何をしたの？あら、誤解よ。私はただの関係ない通りすがりだもの。何もしてないし、あなたたちに協力するつもりもないわ。でも、あなたたちが聞きたい情報をちょうど知ってたりするわね。変な小細工を考えない方がいいわよ。本当に何も考えてないわ。私が知ってる限りでは、この夢の迷宮で、あなたたちを助けられる人が、ちょうど一人いると思うの。どうかしら？再び夢に入って、探してみる？もし信じてくれたら、嬉しいわ。だって、私は誠実な人だもの。それじゃあ、またね。あなた、誤解しないで。本当はただ、固有世界には長居できないだけなの。ここにいるのは、また未来を見てしまったの？
あなたは誰？何を伝えようとしてるの？待って、せめて顔だけでも。ここはどこ？何があったの？だから今は逆に自分の夢の中にいるってこと？何もないけど。そうだよね。疑似時間結晶から生まれた私の行動の仕方はまるで人間が夢を見ているようなものなんだから。だから、私を夢に閉じ込めても、新しい夢は見れない。だって、私はただの物語の記録者で、創造者ではないから。それより、ここから脱出する方法を早く見つけよう。メイちゃんたちはどうなったのかな？でも、私がこの前見た未来だと、彼女たちは無事脱出してるはず。ううん、違う。何か、とても大事なことを忘れてるような気がする。暗い。このままじゃ何も見えない。どうやって脱出すればいいの？何？誰が何をしたの？偶然かな？やっぱり、早く出口を探そう。私の夢って、こんな風になってるんだ。よし、続けて進もう。広い。私の存在に関わる物語がないからかな。本当に悲しい発見だね。おかしいね。こっちも阻まれてるなんて。あれ？どういうこと？全然心当たりがない。このままじゃ、いつまで閉じ込められたままでいればいいんだろう。うん、早くここを離れないと。おかしいよ。なんでここに
崩壊獣がいるのかな。ここは私の夢じゃなかったの。まあいい、考えてる余裕なんてないよね。まずは戦おう。一体誰。まあいいや、それより引き続き出口を探そう。どっちへ進もうかな。なんだか妙な直感が働いたかも。うん、これはまるで誰かが直接意識に話しかけてるみたい。この先が出口だよね。ありがとう。さっきからずっと案内してくれてるよね。あなたはずっと私たちのことを見てる。そうでしょ？わかりやすいヒントだったしね。私の存在のあり方は特別だから、この世界の異常をより感じやすくなってるの。それで、あなたが時間なの？私が見たのは、あなたの目に映る物語だよね。誕生した瞬間から、私の目に映る世界は、並行する無数の時間に切り分けられてる。果てのない時間の中で、私は数えきれないほどの過去と未来を経験して、数えきれないほどの似たような物語を見届けてきた。物語はそれぞれ違い、長いものも短いものもあった。あるものは月下美人のようにすぐに消えたし、あるものは小川のようにより遥かな未来へと通じていた。唯一変わってないのは、私が注目してきた、ずっと見守ってきた物語の未来なんだ。最近になってようやくわかったの。こういう時間は誰かのためだけに存在するって。一人の人間が加わるたびに、物語に新しい輪廻が生まれる。その人は私と同じく、物語の一部始終を見届け、より遠い未来を見てみたいと思ってる。その人が選択するたびに、物語は少しずつ書き換えられて、その人だけの表情を見せる。それは、あなたなの？あるいは、あなたたち、なの？やっぱりね。こんにちは。時間の起点と終点。すべての物語の起源。まさか、あなたたちとこんな形で会えるなんて。今まではずっと物語の見届け人として数えきれないほどの過去と未来の可能性の間をさまよってきた。でもそういったすべての生存者に会えるなんて思ってもみなかったよ。本当に感動できるシーンだよね。
して今、あなたたちがここに現れたってことは、私が見たあの未来は、もう手の届く場所にある。そうだよね。彼女たちの物語を見たら、見て見ぬふりをする人なんていないって知ってたよ。だってそれは長くて美しい物語だからね。何も知らなかった少女はつまずきながらも数えきれないほどの笑顔と涙を経験して、やがて頼もしいバルキリーになっていった。お疲れ様、よくやったねって言ってあげたいでしょ。そしてこう伝えたい。どうやら私はやっぱりあなたのために生まれた命みたい。ありがとう。あなたと一緒にいた長い物語もやっと思い出せたよ。今度はあなたが私を案内する番だよね。あなたはあの時漁師の海にいた。どいて、あなたは何者なの。もう一人のゼーレに今のあなた、はじめまして。あなたの勘は鋭かったよ。私がここに属さないって気づいたなんて。でも心配しないで、悪意はないんだ。私に呼びかけるあなたたちに気づいたから、ここに現れることができたの。そしてあなたたちの呼びかけのおかげで、私は夢の檻から解放されたんだ。だから恩返しとして喜んで助けてあげる。あ、そうだ、テレサ学園長が。問題ないよ。彼女の全てを夢で見たから。彼女は大丈夫。でも、確かに助けが必要だと思う。さあ、一緒に彼女がまだクリアしてないことをやり遂げよう。怖がらないで。これはちょっとした移動技術だよ。ただ、虚数空間でしか力を発揮できないから、あなたたちの役にはあんまり立てないんだ。大丈夫、気を失ってるだけ。
疲れ様、テレサちゃん。後のことは私たちに任せて。あなたは人間たちの夢を守ってたんだね。本当によかった。あなたはやり遂げたよ。たとえ彼らがこういった全てを感じ取れなくても、本能は、未来への憧れは、やがてこの世界に新たな奇跡をもたらす。彼らが私に授けたこの力のように。成し遂げたわよ。早く早く虚数空間にいるキアナたちに連絡を取って、終焉の眉の座標が分かったわ。